リゾート白紙。リゾート白紙は、東日本旅客鉄道、JR 東日本が、秋田駅、広崎駅、青森駅間を、大宇本線、この線経由で運行している、臨時快速列車。1997年、平成9年4月1日運行開始。なお、本校では、当列車の前身である、ノスタルジックビュートレイ及び、 当期以外で車両検査時に運行される海彦、山彦号及びその後継列車である五能線、クルージングトレインについても合わせて記述する。青森発着2往復と広崎発着1往復の計算往復が設定されている。いずれも特定日運行の臨時列車であるが、青森発着の2往復は運行日が多く、4月から11月まではほぼ毎日。 運転される12月から3月では土曜日、休日を中心に運行。広崎発着の3.6号は4月から11月の土曜日、休日を中心に運行され、12月から3月の運行はない。全車指定席。2号車は4人掛けのボックス席で、丸スタンマツで発行する際はフロア指定、B 室をする。ただしフロア指定をしなくても、 ボックス席が発行されることがある。2002年11月以前は、リゾート白神という別の列車名で登録されていた。海沿いを走る岩立大間越館、大都石田、金ヶ沢館の一部区間では助行運転を行う。また、洗浄時期付近においても助行が行われるほか、2.3号は、洗浄時期駅に15分間停車し、停車時間中に、 戦場時期海岸を散策することが可能である。一1三号のアジガサワ・ゴショガワラ館戦闘車と二号のゴ所ョ原ワラ・アジガサの三号車では、津軽蛇見線の演奏が、土曜休日の三3四号の道のくつるだ、川辺間戦闘車では、津軽弁語たり体験が行われる。当列車は、日本海沿岸を運行するため、降天時、降天が予想される時は、全区間、 または一部区間運休となる。一部区間運休の場合、スケジュールと一部異なる車両が充当されることもある。また1.4号は、この線内で、徐行運転などを行い遅れた場合、広崎青森間が運休となることがある。各列車には記念スタンプが備え付けられている。日本レストランエンタープライズは北、列車営業支店により車内販売が行われており、駅弁や、 乗車記念グッズなども販売している。車内販売の支払いにはスイカを利用できる。かつて、晩酌セット、価格、1000円、税込み、秋田白上駅前にある八森サリビ、温泉畑畑館で、調理が、4号で提供されていた。川辺味ヶ沢館で、検察に来た車掌に、専用申込書、車両内にありを渡すと、秋田白上駅から積み込みされ、 座席にて、支払いとともに商品を引き換えるという形であった。午後でも、晩酌セットを注文できたが、この場合は各自で、八森サリビ温泉畑畑間館に、当日14時までに予約が必要であった。2018年5月現在では各自で、八森サリビ温泉畑畑間館に直接予約を行うと、秋田白上駅で積み込みされ、座席にて、 支払いと引き換えに商品を受け取る形になっている価格1100円税前日までに要予約一部列車のみなお2014年3月15日のダイヤ改正で快速深浦が廃止されたため翌日以降は当列車が五能線から青森駅まで直通する唯一の列車となっている当列車では駅での停車時間にイベントを実施したり 駅の外を散策できるほか、地元とタイアップした観光体験メニューを多数用意している。年度や季節により、実施内容が異なるので、詳細は JR 東日本が来た支社の公式サイトもしくは専用冊子を参照。下記は地元の観光団体や商工業者が実施する観光体験で、直接の申し込みが必要なものが多い。また、下車後、 バスやタクシーに乗り継ぐ必要があるものがほとんどである。いずれも時間帯の都合で利用できる列車が限られるが、いずれもリゾート白上以外の交通手段でも訪問できる。新キローダイヤとは、1999年、平成11年から2005年、平成17年までの夏季限定で運行されたダイヤの愛称。観光駅にあたる秋田白神駅、十二個駅。 ウェスパーツ椿山駅、深浦駅の4駅の中から木内駅で一旦下車し、観光の後、再び同じ列車で、目的駅へと向かう。秋田白上駅については運転上、岩立駅まで、無料送迎車で向かっていた。時刻表には、深浦駅で3時間停車の掲示か、列車の直通の記号を用いて表示されているが、深浦駅で数分止まった後、 岩竹駅まで引き返し、十二個駅、ウェスパーキ山駅の乗客を乗せて、深浦駅に向かう。指定席券は、目的地までの乗車券、指定席券であれば、特例で、途中下車できるようになっていた。2006年、平成18年春から、熊ゲラ編成投入により、リゾート白神が三往復体制での運行になったために、 この新機楼ダイヤでの運行はされなくなった。西村京太郎の推理小説、五能線の女では、このダイヤをトリックとして使用した。2006年、平成18年12月16日、テレビ朝日の西村京太郎トラベルミステリーシリーズで映像化された。放送された時点ではすでに新機楼ダイヤでの運転はしていなかったので、番組の最後でその旨の字幕が表示された。 この線全線開通80周年記念の一環として2016年7月13.14日にリゾート白上新キロ号を運転新記録ダイヤが復活した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。